あ、ちょっとね訂正しておきます。今の動画音声の、訂正でございますが、いらしていただいたら本当にありがたいんですよ。で真剣に、癒します。20代前半の方ね、だから誤解しないように、本当はありがたいんだけど、なんつうのかな、仲間として、男として、男同士の仲間として、言いたかっただけで、逆にセラピストさんはね、若い方が好きなセラピストさんもいるから、これはね世の、女性の割合と一緒ですけど、セラピストさんに聞いたら本当ね両極端、若い方がやっぱ得意ですっていう方と、おじさま、ちょっとね上の方が得意です、得意っていうか、嬉しいです、ありがたいですっていう方と、オールラウンドプレイヤーはもう別に年は関係ないですねっていう方います。だから若い方来てくださったらちょっと嬉しいかなっていうようなセラピストさんもいますので、これはまあ3分の1ですな、3分の1若い方好きも3分の1、おじさま好き、年齢高い落ち着いた方好きが3分の1、若い方苦手って方も確かにいます。あとはまあ気にしないという方、3分の1ずつでございます。なので決して来てほしくないとか来んなよって言ってるわけじゃないからね、勘違いしないけど、今日はありがたいから、そんなね20代前半の方が2万円とかね、握りしめて来てくださったら、まあ、真剣にやらなきゃなって、まあ他の方でもそうですけれども思ってますし、そう、でも男同士でねやっぱり外でちょっと女を知ろうよっていうね、いや僕も全然知ってないんですよ、僕なんかもうずっと童貞なんだから、そんなね、女を語れるようなあれじゃないんですから。あ、何が言いたいか分かんなくなっちゃう、なので別に偉そうに言ってるわけじゃないけど、若い男性はなんかいろいろやったらいいんじゃないですかっていうね、そう、出会い系サイトとかも本当明るいイメージだよね。俺らの頃は本当ね遠行とかセックスとか、のなんかそのためのあれだったけど、今は純粋な恋愛とかが出会い系サイトをきっかけに、したりするじゃないですか。でね、この辺についてちょっともう少し掘り下げて語りますと、なんつうのかな、相手のその職業だったり趣味だったり年齢だったり全てが分かって選べるじゃん、男も女も男性も女性もそのサイトにの内でサイト内でね、場合によっては顔写真も出てるわけじゃん。だから余計なその飲み会だったり何好きなタイプがいない飲み会とか無意味だったりって考える方にとっては、本当ピンポイントでジョイントというかマッチングか、できるからいいみたいですよ。だから本当今風の出会いだと思ってます僕は。なので決して全くその悪い印象がなくて、もともとあったんだけどね、教えてもらったんだけど、いやそっちの方がスムーズでいいんですよって、簡単で、一から人間関係作って、趣味はご趣味はとかね、ああじゃあこれこれこうでとかやったりしなくていいから、趣味が合う人が良ければ、趣味が合う人、こういうのが良ければこういうの人で絞って、マッチングできるからいいんですよっていう意見だったわけで、なるほど今風だなと思ってね。で場合によっては本当外見も分かるしね、好きな趣味があっても外見がいまいちの人とはデートする必要ないんだから、なるほどなと思ってね、面白いですよ。だからね、若い方もいろいろやってください。でも、もっとやっぱナンパを進めたい。ナンパはね心が強くなる、本当にね、あいつナンパしてるよとかね、若い頃の話よ、また振られたよあいつとか、そういう目で見られたりするのもやっぱね心を強くするには必要なんですよね。営業とかにも活かせる、で、トークとかも磨かれていくし、なんていうのか、振る舞いとか、まあ僕ナンパにも師匠がいるんですけど、この師匠にも出演してもらいたいと思ってるんですけどね、でもそういう風にね、なんかね殻を破る、チャレンジする女性を獲得していくっていうね、20代の特権じゃないですか。今僕みたいなおじさんがそんなことやったらね、もう犯罪みたいになんか捕まっちゃうかもしれないけれども、若い方だったら何やってもいいわけだし、そのメンズエステのセラピストさんは優しくして、さっきと同じ話ですけど優しくしてくれるから居心地もいいしね、2万円払えば本当にニコニコ
優しく甘えさせてくれるけれども、うん、20代前半の方はやっぱりもうお金払わずに、うん、なんかその町場で獲得するなり、そのネットで獲得するなりね、されたらいいと思いますけど、やってるか俺に言われなくても、うん、すんませんな、余計なお世話であ あれば、うん、なのでね、別にあのいらっしゃってほしくないとかそういうことで言ってるわけじゃないし、ネガティブな あれで言ってるわけじゃございません、ご安心、くださいませ。ではぜひ、利用していただきたいんですけどね、うん、ただまあちょっと、補足というか訂正というか、誤解があったらいけないので、もう一本上げさせていただきました。ではちょっととりあえず失礼します。3分、お5分、おいいね。